listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. いつまでも夢を追いかける欧州です。こんにちは。先日とてもいい天気の日が一日ありました。折しも夫は休み。ちらっと覗くと暇そうにスマホと遊んでいます。声をかけてみました。そしたら帰ってきた答えは、いいよ。ではなく、いいわ、でした。書いてみたら大した違いやないのに、意味にはすんごい違いがあるやんと思った瞬間でした。アルパカくん、君も寒そうやね。もしかして何か期待してるのかい？おやおや、もしかして君は諦めが早いのかい？私はもういい加減、七瀬に怒られると思うわ。夢見る少女じゃいられない。アルパカくん、今、下手くそって態度で示したよね。絶対示したよね。クリスマスの買い物に来てます。普段と違うところに行けば、何か真新しいものがないかなと、うろうろ、キョロキョロ。こちらのコーナーも念入りに見ます。いつもよりちょっと高いやつ。これはもちろん For me です。まるで倉庫みたいでしょ。ちょっと物が乱雑に置かれてて、何が置かれているのかは段ボールの中を覗いてみないとわからないところもあるんですが、こちらはギリシャ系スーパーです。今年のクリスマスは魚介をふんだんに使った料理を作るつもりです。あれ、こんなところに唐揚げ、そして雪見大福。はい、今年もやってきました。夫の会社からのクリスマスプレゼントです。毎年会社からクリスマスプレゼントが届きます。これ何が入ってるかほんとわからなくて、なんだか福袋みたいな感じ。ちょっと言い過ぎたかな。にしてもいただいたものを開ける、これってワクワクしますよね。Thank you.
るところに素敵なお城がありまして、そこを訪ねる女がおりました。どこを見ても素敵なものばかりなのに、この女少し変わっておりまして、この瞬間見つけてしまいました。とっても欲しいもの、ここに。そう、銀杏。女の行動を瞬時に察した夫は言いました。車の中を銀杏の匂いにするのだけはやめてな。諦めの悪い女は銀杏と記念撮影をし、来年は夫を置いてくることを誓いましたとさ。実はこちら、イチョウの木はあるにはあるのですが、私見かけたのは今回が初めて。もちろん銀杏はお店に売られておりません。ひまわりの種は売ってるのに。やで、ひまわりの種はハムスターに譲って銀杏売ってくれないかな。You've really been great. I thrilled when you touched my door. Don't you see?